インサイトでございます。そうそうお目にかかることのないカスタム車両でございます。 CE28 です。4本とも CE28 です。これだけねおいくらしたんでしょうか。165-6514のブリヂストンの B スタイル EX でございます。水色です。エントレスでしょうか。ノーマルのショックだと思われますが、ショックもしっかりしております。ちょっとしたハゲ、小さい欠けはございます。左のドアは交換してるそうです。よく見ないとわからないレベルなのかもしれませんが、左は交換歴ということになってます。ネジが新しくなってかしめてるとかもありますけどね。判断基準としてこの辺ですかね。この辺の作りがちょっと左右と比べてみましょうか。ブリットでございます。助手席はこのように綺麗ですね。この擦りやすいところにカバーつけてありますね。こういう心遣いもですね、長持ちさせる大事なところなんではないでしょうか。シガーが1本余分にあります。デッキはカロッツェリアの CD プレイヤーで USB 外部もついてますね。 MVH-580 でございます。運転席の方もこのようにカバーついてます。まだまだ綺麗な状態なのは動画を見てわかると思います。そしてシフトの S2000 でしょうかね、間違ったらごめんなさい。ハンドルも乾きの S2000 ですかね。これ綺麗です。まだ状態全然いいですね。そして、後ろバーがついてます。あ、ここは擦り傷ありますね。ちょっと開きます。 CD28 にあのナットもレイズの軽量ナットついてます。これでも結構しますからね。専用サイズなのでしょうか、特注サイズなのでしょうか。バーの方このように2つついております。そしてオプションのこのマットもついてます。まだ綺麗な状態ですが、半分に折っていた時期があるみたいで、ここがシワになってますね。折りっぱなしだったんでしょうかね。ちょっとなっちゃってます。なんででしょう、しょっちゅうここを開けてたからでしょうか、わかりません。雨漏りのよくあるポイントのところは出てません。この辺りも対策済みなんでしょうかね。そして後ろこのようにポジションついてます。赤く光るポジションですね。そして超中古が高値で取引されるというこの RS マッハのマフラー、こちらもついてます。そしてなんとソナーもついてます。こんなのあったんだという。そしてアンテナのところ、何の流用でしょうかね。アンテナ部分このようについてます。まあ、感度少し落ちるのかもしれませんけど、ちょっと聞いてみてからですね、このまま判断したいと思います。ちょっと危ねえっすね。ちょっと前に出しましょう。なんとか立ち去ってくれました。なんでここを通ったんだと言わんばかりのしたけど、現在 55,834km という記載でございます。 ETC じゃないのにこのピーってつく音がコーナーセンサーのスイッチの音なんでしょうかね。これを押すと、はい、つきますね。このボタン謎なんです。謎なんです。とにかく吹き上がりが抜群にいいんです。軽くレッドまでこう行ってくれるような吹き上がりの良さ。どこをどういじったのか、ノーマルでこれだけ調子いいのかわからないんですけども、一応ですね、平成14年の11月に 18,227km の時にメーター交換をされたという記載の方が、要はディーラーでメーター交換してないとですね、走行不明になってしまうという扱いです。なので、まあ、もしかすると14年の18,000km の時に新品のメーターに交換したとで合算しますと73,000-74,000km っていう可能性が高いのではないかなというところでございますね。ですので74,000km だとしますと、まだまだ、まあ、実際ですね、エンジンの調子も非常に良くてですね、とても静かなので、このままでもですね、かなりいいというのは分かると思います。
もうなんか随所にですね、前オーナー様のなんか愛を感じられる部分もございます。とにかく磨かれてたなというこの艶といいですね、素晴らしい部分がいっぱいございます。エアコンの方ももちろん十分に冷えます。反応も非常にいいですね。ですが一応左ドアの交換の方のところですね、フロントピラーの方の交換ということで、修復歴ありになっております。そうですね、先ほどドア見るとここが普通のところになってますね。あの方の左前の方からの事故だったものをきれいに直してあるという状態というのが分かると思います。センサーついてるっていうのもですね、キーレスももちろんついております。ちょっと降りるときはですね、この下げないと、シート下げないとですね、降りづらい部分ありますので、このようになっておりますが、まあ綺麗です。色合わせ、まあボンネットとボディ見れば若干色違いはあるかなっていう感じがしますけど、大きくの色違いではありませんね。その点も安心できる部分でございます。エンジンルームも見てみます。そして HID ライトついてます。そして、バッテリーの方、アーシングですね、オープンされてます。ヘッドガスケットの周辺のところのにじみはお決まりでございますね。まあしょうがないかなっていうところ。そしてですね、ここ見ると何やテープがしてあるの。そうなんです、中ですね、これライト黒く外して塗ってある仕様になってます。ちょっとここら辺は色褪せありますけど、この中で黒く塗ってるだけで随分スポーティーな、スタイリッシュなおしゃれにもなっておりますので、この辺りもかなりいいんではないかと思います。ということで車検26年12月がついてる状態でこれをご提供したいと思います。部品だけで相当なお値段になってますからね、ぜひご検討くださいませ。目白自動車おめでとうございました。